クベールさん、ミラポリスの状況は？すべて正常です。リンヤさんたちもお疲れ様でした。ありがとう。ユリン様はいる？インニスの件の報告なら、ユリン様が明日、ゆっくり時間を設けるそうですよ。それで構いませんか？今日はゆっくり休んで、英気を養ってください。それもそうね。私も少し資料を整理したいし、二人は強化堂に戻って休んで。それじゃ、また明日。ええ、また明日。ただいま。なんだか急に気が抜けちゃった。最近いろいろあったから、はあ、やっぱり気になってるんだ。許しの天使たちのこと、彼女たちベラの状況を逐一把握しているようだった。一体どんな方法を使ったのかな。平気で俺たちの前に姿を現していたし、相当自信があるんだろうね。私心配なの。もしかして私のせいなんじゃないかって。私のことサーガの作品みたいに言ってたもの。心配することないよ。前もハガードで全身を検査してもらっただろ。彼女たちベラにも監視網があると言ってた。奴らはきっと俺たちが来るよりもずっと前からベラに潜んでいたんだよ。この件はユリン様たちが何とかしてくれるさ。うん、何はともあれみんなが共通の目標に向かって力を合わせて戦えたのは嬉しかった。そう考えたら少し気が楽になったみたい。あなたも疲れたでしょ。今日はもう休みましょう。そうだね。私は第七地区オフィサーのユリンだ。ようこそ旧域からおいでくださった。オフィサーユリン、お会いできて光栄です。ベラも旧域も絶えず廃域種に脅かされている。その点で我々は共通の敵を持っていると言えよう。互いの持つ情報を共有すればより有効な対策が打てるはずだ。ええ、私たちもそのように考えております。ベラで所有されている情報は旧域にとっても非常に重要です。ミラポリスとインニスの通信遮断は廃域種によって引き起こされたものです。インニスに潜入していたディスガイザーの目的は廃域種に力を蓄えさせ深淵の渦を出現させることだと思われます。深淵の渦についての詳細はまだ不明ですが、状況から判断する限り時空の通路であることは確かです。廃域種はそこから一気に旧域に侵入するつもりです。今回我々は大多数の廃域種の排除に成功したものの、これは単なる足止めに過ぎません。根本的な解決には深淵の渦を閉じるしかありませんが、有効な手立てはまだ見つかっていません。深淵の渦は旧域では珍しくありません。その正体は廃域種の能力による時空のねじれで、通常は時の印で閉じることができます。時空のねじれの中には比較的安定した場所があります。そこを起点として時空の秩序を取り戻すのです。しかし今回海底に出現した深淵の渦は時空のねじれが強力すぎて
何度試みても閉じることができなかったのです。それに関してはすでに調査を行わせている。情報が集まれば深淵の渦を閉じる手立ても見つかるはずだ。リンヤ、この件は引き続き君に任せる。今日は戻って休みなさい。ランさんには吸域についてもう少し伺いたいのだが、よろしいかな。では失礼いたします。早くいい方法が見つかるといいですね。すでにドクター・クレイフォーたちが研究に取り掛かっているわ。今は力を温存して朗報を待ちましょう。ところで今からラビーに会いに保安部へ行くんだけど、一緒にどう？ラビーが保安部に？そう、セシリーが忙しい時はサキが面倒を見てくれているの。じゃあ俺も行きます。おかえりなさい、リンヤさん。深淵の渦はどうなった？フィオナたちが監視を続けていて、状況は今のところ落ち着いているわ。それでラビーは元気？ええ、元気よ。ちなみにドクター・レビリアも来てるんだけど、リンヤさん、話したいことがいっぱいあるんじゃない？レビリアがここに？そうよ、博士は限られた範囲なら自由に行動できるようになったの。今日は私が彼女の付き添い兼監視役というわけ。博士、自由に行動できるようになったんですか？そうなの。博士の生体信号を遮断する装置を発明したのよ。これで彼女とネストマザーの意識のリンクは遮断されたはず。ただ排気種の特性を持つラビーの影響を受けるかどうかはまだ様子を見てみないとわからない。でもひとまずは期待通りの効果が得られているわ。装置のおかげでネストマザーは博士の存在も脳内意識も感知できなくなっている。今後の状況にもよるけど、今のところは問題なしと言っていいわね。そう、よかった。さあさあ、ラビーに会いに行きましょう。あの子口には出さないけど、ずっとみんなに会いたがってたんだから。レビリア、ごめんなさい。少しレビリアと話してくる。すぐそっちに行くから。あのぬいぐるみがお気に入りのようね。あなたからのプレゼントだもの。ドリーと呼んでいて、一番の親友なんですって。おそらくそれがラビーの過去の記憶のすべてなんだと思う。そう、私は彼女にはすべてを忘れてほしい。そして普通の子供のように健やかに育ってもらいたいの。ラビーだけじゃない。私はいつかすべての人類が排気種から解放されることを願ってる。悲劇の連鎖が断ち切られ、希望に満ち溢れた、そんな未来を。その願いが変わったことは一度たりともない。それだけじゃないわ。私の信念と理想、答えを追い求めようとする心もずっとあの頃のままよ。あなたがこの数年間をどんな気持ちで過ごしてきたのか、私には想像もできないわ。ねえ、自分の選択を後悔したことはない？人はまだ取り返しがつくうちは過去の選択肢にとらわれてしまう。今ある結果に不満を抱き、違う可能性を妄想し続ける。そんなのただの現実逃避だわ。私にはクリスタルポーラーを移植して秩序なきアビスに行くしか選択肢はなかった。希望が限りなく小さかったとしても、そうするほかなかったのよ。あなただったらどうしていたの？
ニスに行ってきたの？すごい。海の底って貝殻でできた家がいっぱいなの？リンヤさんと一緒に住んでみたい。全てが解決したらきっと一緒に行けるよ。うんうん、約束だよ。指切りしよう。うん、約束。ラビーね、最近いい子にしてたんだよ。薬を飲む、検査を受ける、夜更かししない、お菓子を食べ過ぎない、リンヤさんとの約束全部守ってるの。リンヤさん、ご用事まだかな？ただいま、ラビー。リンヤさん、元気にしてた？もう怖い夢は見てない？もう平気。最近夢を見なくなったみたい。目を開けたらもう朝なの。それは良かったわ。あれ、少し身長が伸びたんじゃないかしら？そうかな。ラビーもすぐにリンヤさんみたいに背が高くなるかな。そしたら一緒に戦えるね。頼もしいわね。期待してるわ。ちょっと待ってね、リンヤ。お休み中のところ失礼するわ。今知らせが届いたの。深淵の渦がさらに不安定になっているそうよ。すぐに対策を練る必要があるわ。わかった、今すぐそっちに行くわ。リンヤさん、お仕事が全部終わったら一緒にインニスに行って貝殻の家に住もうね。もちろんよ、好きなだけ滞在しましょうね。うん、ラビーいい子にしてるから早く迎えに来てね。うん、約束。それじゃあエクセキューターシャーリー、出発しましょう。はっ。マーク招待の報告によると、廃位騎士の活動が再び活発になり、深淵の渦の周辺の空間が一気に不安定になったそうよ。原因はまだ分かっていないけれど、緊急事態であることは間違いないわ。私もこの深淵の渦の変化、由々しき事態だと思います。以前私たちは時の印を使って空間を安定させようとしましたが、あの周辺一帯の時空の波動はすでに深淵の渦と同調していました。つまり深淵の渦は周囲の時空を巻き込んでどんどん拡大しているということです。このまま止められなければ最悪の場合、海底全体が深淵の渦に飲み込まれてしまいます。事態が悪化する前に深淵の渦を完全に消滅させる方法を見つけなければ。ただ大丈夫、深淵の渦の周辺の時空は私たちに任せて。フィオナさん、大宮地区の技術を活用した時空安定装置を開発したの。これで深淵の渦の拡大を一時的に食い止められるはず。深淵の渦を完全に閉じる方法についてはドクター・レビリアに考えがあるそうよ。ランさん、はじめまして。私は第7地区特別顧問のエスター。深淵の渦の件で援護に来たの。はじめまして、エスターさん。こちらは？私はレビリア。お会いできて光栄よ、ランさん。ドクター・レビリアは廃位機種の専門家で様々な研究成果を上げているの。博士はだいぶ普通とは違うご経験をされたようですね。確かに私はある特殊な手段を使って廃位機種への理解を深めたわ。得られた情報の重要性に比べれば私自身の生命の形など取るに足らないことよ。なるほど。経歴は確かに少し特殊だけれど信頼に値する人間よ。これから彼女が提供してくれる情報が十分それを証明してくれるでしょう。私たちが開発した遮断装置を使えば一定範囲内でなら
廃域種に探知されずに自由に行動できる。だからその点も心配ないわ。わかりました。では博士の意見を伺いましょう。ランさんは時の印という装置で時空の障壁を突破してベラにやってきたそうね。ええ、時の印を使うと時の時空の波動をねじ曲げたり元通りに戻したりすることができるんです。夏暮島の深淵の渦も時の印で時空秩序を安定させて閉じました。なるほど。時の印はもしかして黒眼と何か関連性があるんじゃないかしら。材質もよく似ているようだし。黒眼というのは秩序なきアビスに広く存在している物質なの。あそこは巨大な地下空間で私たちの常識を超えた物理法則が働いている。私たちは別の惑星が残した文明遺跡だと考えているけど、まだ十分に解明されてはいないわ。時の印が黒眼に似ているということは、黒眼は旧域にも存在していて、その研究も旧域の方がはるかに進んでいるということかもしれない。黒眼、ああ、原玉のことですね。原玉には時空の安定性を左右する働きがあります。その効果を高め扱いやすくしたのが時の印なんです。原玉も別の文明が残したものとされています。我々は廃域種との戦闘を通じて徐々にその解明を進めてきましたが、まだ完全じゃありません。その未知の文明に関する情報があれば廃域種との戦いをもっと有利に運べるのではないでしょうか。我々がここへ来たのはまさにそのためです。深淵の渦の時空干渉に乗じて時の印で道を開き、そのまま廃域種を追ってベラにたどり着いたんです。今の話を聞いてバラバラだったピースが一つにつながったわ。これで一つの仮説を出すことができる。アブさんとはテリトリー能力を使って旧域の時空障壁に干渉し、深淵の渦を生み出して大量の廃域種を旧域に向かわせている。ネストマザーの意識の中で得た情報と同じだわ。黒眼も似たような性質を持っている。だから夏暮島にあった深淵の渦も時の印を使って閉じることができたのね。でも海底は違った。海底の時空に干渉していたのは深淵の渦だけではなかった。おそらく海底の時空は元から不安定で、廃域種はそれを利用して自分たちの活動を広げていたのでしょう。時の印だけでは制御できなかったのは二つの力が同時に干渉していたから。ならばもう一方の原因を解明すれば突破口が開けるかもしれない。時空に干渉できる力がもう一つ、それは一体？それはまだ何とも言えないわ。潜伏しているアブさんとの影響かもしれないし、未観測の黒眼遺跡、あるいは全く未知の存在かもしれない。いずれにせよ原因を探るには大きなリスクが伴う。でも今は他にあの深淵の渦を閉じる方法はないわ。でもどうやってそのもう一つの原因を探るのですか？私が今から廃域種の力を使ってエリア全体の深淵の渦に働きかけてみる。私の予想が正しければその原因は私の力に反応して時空の歪みを引き起こすはず。エスターさんの測定器を使えばすぐにその在りかを割り出せるでしょ。分かったわ。ではすぐに出発しましょう。
じるわ。深淵の渦のエネルギー反応を。しかもネストマザーはさらに凶暴になっている。まるで子供たちが深淵の渦を通ってくるのを待ちきれないかのように。あまり時間がないわ。みんな準備はできた？遮断装置を解除すれば廃棄種たちは真っ先に私の存在に気づくでしょう。安心して、私たちはしっかり守るわ。それでは始めましょう。行くわよ。大丈夫？ええ、大丈夫よ。心配いらないわ。どうやら成功したようね。あとはエスターさんからの連絡を待ちましょう。地点の前に到着したわ。どうやら秩序なきアビスに似た異常空間のようね。分かったわ。それじゃあ外部から調査を開始して、そちらの状況は技術部がリアルタイムでモニターするわ。やはり黒岩遺跡が原因だったのね。こんな遺跡があるなんて報告は受けていないわ。やはりあの時の時空の波動の影響によるものね。ここが秩序なきアビスに似た空間なら、慎重に行動しなければ。一歩でも間違えたらあの悲劇を繰り返しかねない。それに時空の波動が冥界に与えた影響もまだ不明。どんな危険が潜んでるのか、私はこれから人員を組織して調査するわ。分かった。ここは私たちに任せて。この黒岩遺跡、時の印にも反応するかも。やってみます。もしもし、聞こえ。原因不明の干渉を受けて通信が不安定になっているの。今の状況は？ランさんが時の印で遺跡の入り口を開いたところよ。今から内部を調査するわ。なるほど。通信が乱れたのは遺跡の入り口が開放されたからなのね。それなら遺跡の中では通信はできなくなる可能性が高いわ。慎重に行動してね。分かったわ。黒岩遺跡、時空の乱れを引き起こすもう一つの力、その正体を今から解き明かしましょう。エスター、
エスター？通信が途切れたわ。それにセンサーも全部ダメになってる。ここでは私たちの常識を超えた物理法則が働いている。機器が作動しなくなっても不思議ではないわ。範囲機種の気配はないわ。ここは安全みたい。みんななるべく離れないで慎重に進みましょう。これは操作盤のようだけど、吸域の黒岩遺跡にもこれと似たようなものがあります。あくまで推測ですよ。私たちもあんまり解明できているわけじゃなくて、吸域の遺跡は破壊されていて装置が作動しないんです。時の印も反応してる。それじゃあベラと吸域の黒岩遺跡はやっぱり同じ。ここで何か新しいことがわかるかもしれないわ。あれを見て、あそこに映っているのは俺たちの映像。近くで調べてみましょう。鏡みたいだけど、こちらが動いても向こうは同じように動かない。それともあちらの私たちの動きを真似した方がいいのかな。とりあえずやってみよう。見て、後ろにも俺たちが映ってる。これってさっきの私たちじゃない。私たちが遺跡に入ってからの行動がそっくり再現されているわ。どういうことかしら。前後が太陽関係にあるなら、前の方はこれから起こる未来かもしれない。つまり前と後ろに映っているのが俺たちの未来と過去で、真ん中のが今の俺たちってこと。ここに映っている未来の通りに行動すれば、映像の中の未来は現実になる。そう考えると辻褄が合うけど、なんだか信じられないわ。過去の行動を記録できるのはわかるんだけど、未来の行動はどうやって予測するんだろう。時空が不安定な証拠よ。ここではおそらく過去、現在、未来が同時に存在している。どういう原理かはわからないけれど、とりあえずさっきの仮説を試してみるしかないわね。そうね。ここにある未来を真似することで、もしかしたら先に進めるかもしれない。何かのモニュメント、どういう意味なのかしら。吸域の黒岩遺跡にも似たようなものがありました。書かれているものは違いますが、遺跡によって内容が違うのかも。惑星、それから波のような、一体どういう意味なんだろう。あの目のようなもの、秩序なきアビスにもなかった。彼らの統治区域であることを示す標識かもしれないわ。でも今のところ私たちに対する敵意はないよね。何しろ私たちはこの不思議な文明の遺物を利用できている。その異星人たちの文明って一体どんなものだったのかな。この黒岩の他に何も残されていない状況からすると、もう滅んでしまったのかもしれないわね。一旦さっきの場所に戻って、もう一度未来の行動を確認した方がいいかもしれないわね。また新しい黒岩だ。なぜかミラポリスを思い出したわ。ミラポリスもこの絵のように秩序なきアビスの上に浮かんでいるから、ただの偶然でしょ。
偶然の一致が実は必然だったということもあるわ。あくまで私の勝手な推測だけどね。つまりこれは過去の文明の遺物ではなく、私たちのことを記録したものだというのね。すると私たちはずっと観察されていたことになる。だとすればいつかこの文明と直接対面する日に備えておかなければね。一旦さっきの場所に戻ってもう一度未来の行動を確認した方がいいかもしれないわね。一体どういうことなんだ。あの触手に似たようなもの、まさか廃棄種。これは廃棄種の成長と進化を表しているのかしら。成長、拡散、侵入、占拠、廃棄種の習性にそっくりだわ。この文明は廃棄種によって滅ぼされたということだとしたら、私たちは決して同じ悲劇を繰り返すわけにはいかないわ。この文様、別の黒岩遺跡でも見たことある。旧域では制圧や封印を意味すると考えられています。多くの黒岩遺跡に共通する力なんです。興味深い見方ね。この文様が黒岩遺跡の役割を意味しているというの？この黒岩遺跡には4つの役割があるということなのか。あるいはここは展示室のような空間で何かを私たちに説明しようとしているだけなのかもしれない。それならもっと分かりやすく書いてくれないかな。さっきの場所に戻ってもう一度未来の行動を確認した方がいいかもしれないわね。私たち帰ってきたの？リーヤ、聞こえる？ええ、今遺跡を出たの。通信も回復したみたいね。そちらの状況は？さっき観測チームから海底の時空安定性が徐々に回復しているという連絡があった。皆さんのおかげだわ。そう、本当によかった。それからハンルーさんからも連絡があって、深淵の渦に突然変化が起きたんですって。深淵の渦で待っているそうよ。何か大事な相談があるみたい。わかりました、すぐ行きますね。お待たせ、ハンル。いえ、私は大丈夫です。ただ天文の向こうの皆さんが、これ以上待たせるのは限界かと。思ったより滞在が長引いてしまいましたし、あちらの様子も心配ですね。そうね、確かにそろそろ帰らないと。やることが山積みになってそう。実は皆様が黒岩遺跡へ行かれた後、深淵の渦に興味深い変化が現れたのです。廃棄種が深淵の渦の周囲に集まらなくなり、海底の時空も突然安定しました。おそらく
皆さんの行動によるものかと。遺跡に存在していた何らかの力が解放され深淵の渦を沈めたのでしょう。その証拠に深淵の渦を時の印で制御できるようになりました。つまり時の印を使えば深淵の渦を天文代わりにできるということです。それは危険すぎるわ。でもそれしか方法はありません。深淵の渦にある時空干渉が存在している限り時の印で天文を開くことはできませんから。確かに深淵の渦の中は全くの未知数です。しかしこれが吸域に戻る唯一の方法なら試してみる価値はあると思います。うん、ご安心を。私は単独作戦が大の得意なんです。大人数だと逆に動きづらいですから。声がこわばっているわよ。大丈夫、あなたならきっとできる。では調査に行ってまいります。またお会いしましょう。ユリン様、我々は黒岩遺跡の場所を突き止め時の印で入り口を解放しました。それから我々は中を探索し遺跡の力を再起動させることに成功しました。その力が深淵の渦に影響して海底の時空を安定させたのです。ハンルーさんは時の印を使えば深淵の渦を吸域とベラをつなぐ転送ルートとして利用できるとも言っていました。今彼が単身深淵の渦の中に入って検証しています。もし本当にハンルーさんの仮説通りならベラと吸域とを結ぶ安定的な連絡ルートが構築できる。吸域とハガードが協力して共に廃域種の脅威に立ち向かえる未来も夢ではないかもしれない。エスター、引き続き深淵の渦と黒岩遺跡の観測を頼む。黒岩と廃域種の関係性には未だ不明な点が多い。はい、すでに調査研究中です。これでベラ全市民の命を脅かしていた危機からはひとまず脱することができた。フィオナ、エスター、リンヤ、吸域のランさん、チャーリーさんとエクセキューター、本当にご苦労だった。それでは私はここで失礼しよう。まだ問題は残っているけど、ひとまず深淵の渦をコントロール下に置けたわ。インニスも徐々に日常を取り戻している。じきに元の秩序を回復するでしょう。本当に皆さんのおかげよ。ありがとう。いいえ、やるべきことをしただけです。海底の異変は解決しましたが、もしまた何かあったらいつでも駆けつけます。そうだ、リンヤ、あなたもミラポリスに戻るの？みんなと一緒に行動しているんでしょ？実はもう少しインニスに滞在しようかなって思ってるの。ラビーの状態がだいぶ安定したからユリン様から観察解除の許可が下りて、引き続き私が保護者を務めることになったの。最近あんまりそばにいてあげられなかったから、せめてもの埋め合わせにここに連れてきたいなって。本当嬉しいわ。それじゃ私に案内させてくれない？ちょうどインニス海洋博物館で海洋研究資料室が一般公開中なの。二人も一緒にどう？今回は貴重なコレクションが展示されているの。ぜひ冥界の奥深い魅力を紹介したいわ。ありがとうございます、オフィサー・フィオナ、とても楽しみです。堅苦しい呼び方はよして、フィオナでいいわ。では海洋研究資料室で会いましょう。リンヤとそこで待っているわ。ええ、わかりました。
お久しぶり、ラビー。インニスは初めてよね。どう？楽しい？うん。海の底ってすっごく綺麗だね。ラビーね、不思議なお魚をいっぱい見たの。あらそう。この後もっと不思議な生き物が見られるわよ。本当？わーい。ラビー楽しみ。リーアさん、早く早く。そんなに楽しみなの？じゃあ行きましょうか。海洋館。よし、ジンベエザメ号出発進行なの。シャー。クジラさんの背中に乗ってる。リンヤさん、あれっていけないよね。あの子は？はあ、グノの。あの子には手を焼いているみたいね、フィオナ。あなたにしては珍しい。あの子のやんちゃぶりはインニスでは有名よ。子供を持つ親たちはみんなグノノには近づくなって我が子に言い聞かせてる。だから友達もいないの。私が見ている間は多少おとなしくしてくれるけど、そう時間も取れないから。最近はどんどんエスカレートしてしまって。でもあの子が悪いんじゃないわ。なるほどね。それじゃ別の方法を試してみたら。別の方法？ラビーのこと？ラビー、あなたの言う通りよ。展示物に乗って遊んだらみんなの迷惑になるわ。ラビーならどうする？ラビー、降りるように頼んでみる。ええ、頑張ってラビー。うん。私はラビー。ねえ、降りてきて一緒に遊ぼう。私はラビー。降りてきて一緒に。あ、こんにちはも言わなきゃ。リンヤさんが礼儀は大切だって。あの私はラビーじゃなかった。こんにちは、私はラビー。あの、そこを。え、ググに言ってるの？一緒に遊ぼう。はい。ああ、わかったの。あなたも探検に興味があるのね。私はグナナ。初めて会うのね。これはググ専用の乗り物、ジンベエザメ号。クジラじゃなくてジンベエザメなの。あなたもジンベエザメ号に乗ってみたいの？ならこのググの特等席を貸してあげてもいいの。ここからの眺めは最高なの。ググを捕まえに来る大人たちを一発で発見できるし。うん、すごく大きいね。この大きな口でググたちを飲み込んじゃうの。そしたらジンベエザメ号のお腹の中を探検できるの。うん、でもここには「温和な性格」って書いてあるよ。怒らせたらよくないんじゃ。ノノー、フィオナおばさん、お姉ちゃん、撤退撤退、緊急撤退なの。リンヤさん。いいわよ、遊んでらっしゃい。仲良くね。友達ができてよかったわね、ラビー。紆余曲折あったけど、ラビーもようやく普通の生活を取り戻しつつあるわ。レビリアが見たらすごく喜ぶでしょう。博士も一緒に来れたらよかったのに、少し残念です。彼女の気持ちもわかるわ。今はまだラビーに打ち明けるわけにはいかない。その時が来るまでは
全て一人で抱え込むつもりなのよ。だからこそ廃遺機種が二度と干渉してこないよう、ラビーの人生から廃遺機種という存在を完全に排除しなければ。レビリアはね、遠くからラビーを見守っていられればそれで十分だと思っているのかもしれない。そんな二人を私はずっと支えていきたいの。見て、これがダイオウイカなの。ほら、手がこんなに長いの。それに相手にイカスミも噴射できるし、テニスをしたら強いの。そうだ、ラビー、テニスしよう。ピピも一緒に。え、本当にいいの？でもラビー、やったことない。ググが教えてあげるの。よし、決まり。これからもラビーにイーニスに遊びに来てもらおうかしら。本当に子供たちってすぐに仲良くなるわよね。そうね。それじゃもっと頻繁に会いに来るわ、フィオナ。後で鬱陶しいと思ってももう遅いわよ。そんなことあるわけないでしょ。でもまだ厄介な問題が山積みだわ。油断はできない。そうね。深淵の渦、黒岩、ネストマザー、未知の問題が次から次へと出てきて、全く情報が足りない。まさに渦の中に巻き込まれていく気分だわ。でも今は一つ一つ手探りで乗り越えるしかないわね。イーニスのオフィサーとして何としてでも災いは未然に阻止しなければ。これはミンククジラ、とっても綺麗なのね。その可愛いなってドリーも言ってるよ。ただミンククジラはちょっと小さいなの。もう少し大きかったらここに潜入した時後ろに隠れられるのに。うわー、これ誰にも言っちゃダメなの。今日は不思議な生き物をたくさん見ることができて本当に楽しかった。うん、来てよかったね。エクセキューター、シャーリー、唐突かもしれないけどずっとお礼が言いたかったの。廃棄種の問題に対処する義務なんてないのに、二人はずっと危険を承知で行動を共にしてくれた。今ベラは廃棄種の脅威を脱するためにようやく大きな一歩を踏み出すことができた。ここまで来られたのは間違いなく二人のおかげよ。だから改めて二人に感謝と敬意を表したい。本当にありがとう。そんな、お安い御用ですよ。イクチオサウルスにキンボスポンディルス。よし、終わり。外に行くな。え、もう終わり？こんなツルツルした石の塊見てもつまらないの。興味があるなら説明文を読んであげるの。ご本、魚竜は有史以来最も環境に適応した海生爬虫類でなんちゃらかんちゃら。はい、終わったの。さあ外へレッツゴー。外に行っちゃった？そうみたいね。二人ともまだ見学したい？いえ、とりあえず二人の行き先を確かめましょう。ええ、ラビーが海島の方に連れて行かれる前に急いで捕まえないと。まだグノモに召喚してなかった。ドリーとスパークだよ。ほらスパーク、挨拶して。わあ、ラビーは友達がたくさんいるの。よし、みんな探検隊予備軍に入るの。大量大量、一気に探検隊
せたの。今日は来てよかったの。はあ、疲れた。あ、グノノ疲れちゃった。もう帰ろうか。はあ、遊びすぎてちょっと眠くなっちゃったなの。じゃあ帰る前に一緒に写真撮らない？スパークが撮ってくれるのね、スパーク。本当？ググ写真大好きなの。リンヤさんたちも一緒に撮ろう。あら、まあ、それじゃあ行きましょう。3数えるからみんなスパークを見てね。3、2、1、スパーク。今日はそろそろ帰りましょう。ラビー、グノノにご挨拶なさい。じゃあね、グノノ。ラビー、今日は楽しかったよ。ググも楽しかったの。絶対また来てね。なの、今度は一緒にテニスをするの。うん、約束。私はラビーを連れて先にミラポリスに戻るわ。ラビーったらさっきからあくびが止まらないんだもの。本人は気づかれてないと思っているみたいだけど。またね、ラビー。うん、バイバイ。二人も今日は来てくれてありがとう。いい思い出になったかしら。だけどまだ危機は去っていない。今後もどうか私たちに力を貸してほしいの。もちろんです、喜んで。ありがとう。それじゃこれ以上引き止めるのも悪いわね。戻ったらゆっくり休んで、この平和な日常が少しでも長続きすることを願いましょう。そうなるよう頑張ります。ハンルーさんから知らせがあり次第みんなに連絡するわ。いい知らせだといいね。